パウロジョルジュドス・サントス・フットレは、ポルトガル・モンティージョ出身の元サッカー選手。ポジションは、FW、MF。鋭いドリブルを武器とした。1983年、スポルティング CP で、デビューと同時に、ポルトガル代表に17歳で選出。ポルトガル代表では、41試合で6ゴールを記録、1986フィーファワールドカップにも出場し、 1995年まで代表でプレーした。1984シーズンには FC ポルトへ移籍、鋭いドリブルを見せるなど能力を発揮し、1984から85、1985から86シーズンのリーグ連覇、1986から87年のチャンピオンズカップでは準決勝のディナモキエフセンファースト、レグでゴールを決め、 決勝進出に貢献、決勝でバイエル・ミュンヘンを2の1と破り優勝を果たし、1987年の UEFA 欧州最優秀選手賞の投票では、ルートフリットに次ぐ二位に選出され、欧州のマラドーナと称された。1987から88シーズンからはアトレティコ・マドリードへ移籍。ここではキャプテンを務め、1990から91シーズンに、 コパデルレイを制し、1991から92の同大会決勝のレアルマドリード戦ではゴールを決め、優勝に貢献、また同シーズンのリーが得点王になったマノロサンチェスに、たくさんのアシストを決めた。1992から93シーズン途中に、ベンフィカへ、遺跡、タッサでポルトガル決勝のボアビスタ戦で2ゴールを決め、同大会の優勝をもたらした。その後、 1993年には、マルセイユに移籍するも、シーズン中に前年度の八オチ問題が発覚したことで、ボクシッチ、デサイイラの主力選手たちがチームを去る中、フットレには、AC ミランが獲得に興味を示していたが、レッジアーナに移籍、移籍後初出場のクレモネーゼ戦で、決勝ゴールを決め、レッジアーナ史上セリエ A での初勝利を呼び込むも、その試合でラフプレーを受け負傷し、 シーズンを終えた。1994から95年のオフに AC ミランに移籍、プレシーズンのアジアツアーに帯同し、清水エスパルス戦で移籍後初ゴールを決めるなどの活躍を見せたが、外国人枠や怪我の影響もあり、チームは優勝を果たすも、セリエ A 最終節のクレモネゼ戦で途中出場したのみに終わった。1996年にウエストハムに移籍したが、 10番以外の番号でのプレーを拒否した怪我もあって9試合のみの出場に終わる。アトレティコ・マドリードへの復帰を経て、1998年にカルロス・レシャックが監督を務めていた横浜フリューゲルスに加入、レディア・コフラと攻撃陣をリードした。J リーグデビュー2戦目の5月5日のサンフレッチェ広島戦で初ゴールを決め、5月9日のアビスパ福を加戦。 再開後の7月25日のコンサドーレ札幌戦と3試合連続ゴールを決めたが、セカンドステージ9月26日のベルマーレ、平塚戦の後、9月28日に、レジャックが成績不振で監督を退任すると、以降出場することはなく、シーズン終了後に引退した。J リーグでは13試合3ゴールに終わった。2014年11月、ポルトガルの新聞。 レコルトにおいてアトレティコマドリード時代に八オチを当時のアトレティコ会長ヘッスヒルより持ちかけられたことを告白した。ありがとうございます。